決起集会じゃこら。いねえよな。かっけえ。特攻服タップだぜ。3番隊入隊。こんにちは、土の子です。いやー、めちゃめちゃかっこよくないこれ。さあ今回ね、東京リベンジャーズ、今ね僕ドハマりしてて、アニメとかねめちゃめちゃ見てるんだけど、簡単に説明すると不良漫画なんだけど、主人公は実は未来とね過去を行き来して、こう過去の不良グループの中に自分も中学生になってね、入るんだけど、ごちゃごちゃをこう主人公がペーペーなんだけど、そのね不良グループのトップに掛け合ってね、未来を変えていくっていう、なかなかね不良漫画とね SF な感じがもう融合してね、普通の不良漫画と違ってめちゃめちゃ面白いんですよね。ということで、ことだまんが、東京リベンジャーズとコラボしてるっていうね、トライアングルさんにちょっと聞いたんで、遊んでみようと思います。というか、普通のね、やつ遊んでたら結構ね、これ溜まりやすいよね、最初。6000個ぐらいね、ガチャ引けるやつもらえたんで、コラボのね、やつ引いていこうかな。東京リベンジャーズコラボ。やっぱマイキー欲しいよね。というかね、どれが強いのかすら全然わかってない。初心者中の初心者ですけど、東京リベンジャーズに釣られて始めてみました。ここら辺は東京卍会のメンバーって感じですね。そうですね、今ねアマプラで僕ねアニメ見てるんですよ。で今ちょうどねメビウスとの交渉が終わったあたりで今止まってる感じです、僕の僕の視聴歴みたいなやつは。ということで、コラボ言霊1体確定なんで、10連召喚やっていきましょう。これをね強いやつをゲットして遊んでいきたい。まだね強いやつ全然いないんで僕。さあ木をレインボーにしていくゲームでございます。金になってレインボーにならない。ただレインボーが排出されれば、排出されないんかい。いや厳しいっすね。なかなか渋いのかな。コラボキャラは1体限定で、一応これになるのかな。はい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 。3番隊隊長だ。パーチンがちょっと捕まっちゃった人じゃなかったかな。悲しい出来事があった人だと思います多分。よし、ちょっと引いてくぞ。気合入ってんかこら。よし、気合い入れてくぞ、おら。頼む、レインボーになってくれ。強いのを手に入れたいんです。ああ、嘘。来て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 、来ないんかよ、しょぼすぎだろ。ちょっと、おかしいな。もうちょっと出るかななんて思ったんだけど、甘かったぜ。さあ。タケミチ君はいつも急に来るね。2人で少し外を歩かない。いや可愛いね。この子をね助けるために過去に戻るんだよね。ちょっとね、もう書いてあんなこれ、下にいいのこれ。もうネタバレ いろいろ書いてあるけど。これそうなんですよ、ちょっといろいろネタバレを注意しようと思ったらめっちゃ書いてあるっていう。面白いっす、とにかく。東京リベンジャーズ、あ、なんか月は赤いよ。これ来たんじゃない。ちょっと待って、おお、虹出た。あスキップしちゃった。え、虹3体も来た。誰。おお、いいじゃん。創設メンバー2番隊隊長。そうだよ。あー、これいいシーンですね。ドラケンがね、やられちゃうとこで、こう、うわ、竹光しかいない、やばいっていう時に、現れてくれる2番隊の隊長。あれで一気に好感度爆上がりですね、僕は。さあ、次は？おおマイキー来た！やった！本当に中学生？竹光、今日から俺の立ち。な？
そうだろケンチ。いいね。マイキーはね、あの目にハイライトがないのがめちゃめちゃ怖いんだよね。でちびっちゃくて、あのお子様ランチとか食べるんだけど、構想とかこうね、総長だからまとめ役とか、あのめちゃめちゃね言葉に重みがあって、まあ喧嘩も強いって。でもね、あのタケミッチっていうのが主人公なんだけど、実は中身はねもう十何年後の大人なんだけど、それをねところどころで見抜いてくるんだよね。この先ももうめちゃめちゃね今ストーリー気になってます。やったぜ、マイキーまで手に入れた。よし、さあ次は誰。おお、直哉も手に入れた。いつもね目つぶってニコニコしてるんだけど、この人もねもちろん喧嘩強いんですよね。4番隊隊長、やったこれ神引きじゃないですか。神引き来ましたねマジで。やべ、あとだって出てないのさ、ドラケンとバジさんだけじゃない。あとみんな、あと松野くんが出てないか。いや、やっぱりあの赤い月とか、あの星空みたいなやつが来たら違うねレベルが。いやもう最初のね、だって20連で全然出なかったから、今回も、出ずですね。はい、あーやっぱり普通はこんな感じだもんね。いけいけいさあ来い。あーまた、あー大したことね。演出本当にしょぼすぎないこれ。うわー渋い、渋いね。いやーひどいっすね。さあラストですね、もうこれ。よし、いっちゃえ。うわー、また金、一応金だけど、レインボー要素なし、来い最後。うわーダメだダメだ。え、途中のあの3つ出てくんの神引きだったなマジで。はい、大したことないっすね全部ね、残念でした。でもね、マイキーくんとか出てきたり、他にもねたくさんいいキャラ出てきたんで、ちょっとできるか分かんないけど挑戦してみましょうか。期間限定、まだあのの素材クエストとかもまだ全然やってないんだよな。あの初心者用のこうステージはねちょびっとだけやったんですけど、まだねコラボ知ってからまだ全然時間経ってないんで、とりあえずちょっとやってみたいっていう。やってみたらめちゃめちゃ面白いね言霊って。今からやりますけど文字考えるのがめちゃめちゃ楽しい。ただこれ適正じゃないと思うんで、あこれはどうだろう、これあーこれもダメか。一人が二人になるんだね、エマちゃんとのシーンも良かったな。よし、ちょっとやってみましょうか。はさあ果たしてうまくいくんでしょうか、勝てるんでしょうか。おーすげえ、演出いいね。どうだ、ハチコンボ、あーなんかダメージ当たんねえし、なにこれ、厨房どもがよ、やべっつえ。タウリンってあるかな、あタウリンあった。キューカンバーいけい、あー当たってる当たってる、よし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 、あーでもつくそつえ。待って、クソ強え相手。どうだ、配当ある、配当よし、投函来た。ほらどうだ、12コンボいけ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 、おおしよしよしよし、うーわ強え。ちょっと僕が今まで遊んでたバブとこと全然違うなこれ。
どうだ、最高あるよ最高。交換11コンボ。いや終わった。強いっす。いやーちょっとまだね、やっぱ始めたばっかりでね、降臨にチャレンジするのは無謀すぎたわ。はい、ということで東京リベンジャーズのねクエストちょっとやってみたんですけど、いやなかなかガチャ渋かったですけど、あのね途中30連目だけはめったんこ神引きやっちゃいましたね。ということでこのゲットしたね東京リベンジャーズのコラボキャラを使って、普通のね初心者ステージをメインステージクエストをねまずはコツコツ遊んでいこうかなと思います。皆さんもね東京リベンジャーズ好きはこの今のね言霊やってみると面白いかもしれませんよ。普通にね言葉作るの頭使うんでいい脳トレになりそうです。ということで土の子でした。